ジャパンディスカバリー TV。 はい、ヨシです。今回はですね、塩辛についての動画を撮っていきたいと思います。皆さん、塩辛という食べ物を知っていますか？塩辛は日本ではおなじみの食べ物で、お酒のつまみやご飯のお供としてよく食べられています。このウーシーはですね、とても塩辛が好きで本当によく食べているんです。皆さんに塩辛の美味しさをお伝えしたくて今回の動画を撮りました。まず動画の前半はですね、塩辛についての勉強をしていき、塩辛とは何なのかという疑問を解決していきたいと思います。そして後半は塩辛の美味しい食べ方を皆さんに紹介していきます。この動画を見ると、日本の食べ物である塩辛について詳しく習うことができ、一度は食べてみたいと皆さん思ってくれるはずです。ぜひ最後まで動画をご覧ください。それではレディーゴー。はい、これから塩辛について勉強していきたいと思います。それではまず皆さんに塩辛を見てもらいたいと思います。どうぞ。はい、これがイカの塩辛です。皆さんどうですか？とっても美味しそうですね。大好物ですから、私はそれが。はい、イカを食べる文化のない国々の方は少し気持ち悪く思われるかもしれませんが、でもこれがですね、イカの栄養素をたくさん含んでいますので、とっても栄養豊富で美味しいんです。これから塩辛の説明をしていきたいと思います。塩辛とは、魚介類などの身や内臓を加熱することなく塩漬けにし、素材自体の持つ酵素および微生物によって発酵させ、高濃度の食塩により保存性を高めた発酵食品です。現代の日本では一般的に塩辛というとイカの塩辛を思い出しますが、塩辛はイカ以外にも様々な魚介類を原料としています。調べてみただけでも、鮭、タコ、エビ、マグロの塩辛など約数十種以上もありました。ここでですね、塩辛の歴史をお伝えしますと、日本では塩辛は昔から保存食として親しまれてきたこともあり、古くは約1400年前からあったとされています。しかし今の塩辛という言葉で使われているのは約400年前からみたいです。それでもすごいですよね。ここからは塩辛の中でも今回準備したイカの塩辛について詳しく説明していきたいと思います。イカの塩辛は生の新鮮なイカを原料としていますので、とても栄養豊富です。例えばリンや亜鉛などのミネラルをはじめ、ビタミン A やビタミン B などの体の調子を整えるための様々な微量栄養素を含みます。塩辛を食べることで貧血の予防や改善に役立ち、視力や皮膚、粘膜の正常維持もしてくれると言います。また二日酔いや口内炎の予防にもなってくれるらしく、とても体に嬉しい食べ物ですね。しかし体に嬉しい働きをしてくれるイカの塩辛ですが、塩分が高いので食べ過ぎには注意しないといけません。イカの塩辛には 100g あたり約 7g の塩分が含まれています。日本で言いますと、男性の1日の塩分摂取量の目安は 7.5g、 女性は 6.5g となっていますので、美味しいからといって食べ過ぎると簡単に1日の塩分摂取量の目安を超えてしまいますので、食べ過ぎには注意が必要です。これから後半に入っていきたいと思います。後半は塩辛の美味しい食べ方を紹介しますね。はい、ここから後半に入っていきます。今から美味しい食べ方を紹介しますね。今回用意しましたのはこちらです。こちらご飯ですね。はい、熱々です。とても美味しいですね。はい、これが先ほど紹介したイカの塩辛です。今回はですね、ご飯に塩辛をのせるというとてもシンプルですが最強の食べ方を紹介しますね。ではいただきます。いただきます。わしゃ、待ちます。はい、じゃあ
おうまそう。のせますね。そしてうおー、あまりのせたら辛くなるので、ご飯が多めなのでこんなぐらい以下の塩辛を乗せました。いただきます。あうわうまそう。しっかりこうやって乗せて、この風に乗せていきますよ。うんうん、うん、うん、Very delicious。 最高。うん、うまい。このイカの歯ごたえがとてもあってですね、もうご飯との相性バッチシです。最高ですね、これ。うん。うまい。うん。やっぱ、それでしたね。うん。うん。うん。うまい。うまい。うん。うん。うん。イカ食べたことない人は、うん、うまい。うん、皆さんイカ食べたことありますか？うん、日本人の、まあ日本人ですから、私はこのルーシーはですね、もう生まれた時からありましたけど、このイカの美味しさを、うん、食べたことない人にはぜひ食べ味わってほしいです。そしてこの塩辛は、なんといってももう味の濃さといい、イカとのバランスが最高なんですよね。なのでこのご飯と一緒に味わってほしいです。はい、うん、うまっ。うん、うん、うん、最高です。もうおかずはいらない、これさえあればよし。うん、うん、うん、やった。卵のおかげで完食しました。うん、素晴らしい。お疲れ様でした。いやー、美味しかったですね。うん、
この塩辛をまた明日にでも食べたいと思います。はい、いやー、今回はですね塩辛を紹介してきましたけどです、皆さんどうですか。これはですね日本のスーパーにもほとんどのお店で置いてますね。そして居酒屋でも置いてるお店が多いです。なのでぜひ日本に来た際には食べてみてください。このチャンネルでは皆さんに日本の食べ物や文化、歴史など様々なジャンルを分かりやすく紹介していきます。 Japan Discovery TV を見れば日本について詳しくなれること間違いなしです。もしよかったら動画の評価、そしてグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではじゃんけんタイム、いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。それではバイバイ。